わあ、私にもお手伝いさせてちょうだい。お手頃どうした。皆さんどうも、笑顔のまぶしさ太陽級大賀ひなたです。今回もドラクエ 11S 実況やっていきたいと思います。サーカスの助っ人にならないかって。すまないが他を渡ってくれよ。体重が落ちて明日は生きていられるかもわからないような不安な世の中なんだ。そんなのんきなことをしていられないよ。のんきなことだと？これも元気づけるための大事な役割だというのに。ということでね、サマディの城下町でサーカスの助っ人あと2人見つけてこいと言われたので探していこうと思います。なんだい？俺たちが芸の一つでもできればサーカスの助っ人になれたや、なってやれたんだが、あいにく海の仕事しか能がねえ。チルビアさん、助けになれなくてすまねえな。うん、まあ探すの手伝ってくれればいいよ。そうか。うほう、実は俺サマディに来るのは初めてなんだ。大きくて立派な町だな。だけど町の人は元気がねえみてえだ。あんなことがあって苦しい思いをしてるのはどの町も一緒なのかもしれねえな。あん？ここのサーカスはガキの頃に一度だけ見たことがあってな、華麗な芸の虜になって、技を真似して遊んだもんさ。へえ、そんなことがあったんだ。休業しちまうのは残念だが、俺たちの手でサーカスの最後の花をド派手に咲かせてやろうぜ。ど手頃が助っ人になればいいんじゃん。じゃあ、お、なんか、あ、なんかやいるね。この店にいる占い師はすごいのよ。何にも言ってないのに私の仕事を踊り子だって言い合ってたの。ジャグリングしてるだけに見えるけど、本当はすっごい占い師なのよ。占い師、あの占い本当に当たるのかしら。俺たちと同業。あ、なるほど、サーカスの人じゃないんだこの人は。おお、ジャグリングしてますね。暗闇の中を明るく照らす玉占いはこちら。トンタオさん、おや、あんた人を探してるのかい？なぜわかったのかって？ふっふっふ、何を隠そう、俺は占い師なのさ。この3色の玉に念を込めれば、玉の動きで伏せ物探しから恋愛相談まで何だって分かっちまうんだぜ。今は胎児が落ちて苦しんでいる人たちの悩みを解決できたらと思って、この辺りの町を訪ねて回ってるんだ。敵役じゃんこの人。誘おう。どうですか、サーカスの助っ人にならないですか？俺をサーカスの助っ人に？人を楽しませるってのも悪くはないが、あいにく俺にも占い師としての務めがある。そうだな、だったらこの玉で決めよう。今から俺はこの赤、青、黄の玉の一つに魂を込めて強く頭に思い浮かべる。あんたは俺が思い浮かべている玉の色をズバリ言い当ててみてくれ。こっちが当てるの？見事玉の色を言い当てられたら、あんたを助ける運命だったってことだ。喜んでサーカスの助っ人になるぜ。ああ。玉よ、玉よ、玉様よ、受け取りたまえ、この思い。赤く燃える炎のような、この思い。はあ！何当てても多分正解になる気がするけど、いや、ここは赤色でいこう。あんたの答えは本当にそれでいいんだな？大正解、あんたの勝ちだ。俺が思い浮かべたのは赤く燃える情熱の赤。バッチリ俺の魂を見抜いてくれたな。あんたになら俺の魂も玉も預けられる。サーカスの助っ人とやらも喜んで引き受けさせてもらうぜ。よし、来た。消えた。突然と姿を消した占い師であった。あの旅の占い師がいてくれたおかげで店に活気が戻って助かっていたんだ。いなくなるのは寂しいけどしょうがない。恩返しと言っちゃなんだけど、彼が出演するサーカスの最後の公演を絶対見に行くことにするよ。ぜひ来てくれたまえ。仲間にいたりするの？いないな。どっか消えたね。サーカスに行ったのかな。お、どうも。あ、パンチョさんね。はい、順調ですよ。お、心当たりがあるっす。教会の前で太鼓の練習をしている兵士さん。なるほど。じゃあ教会行きますか。ハッスルー、ハッスルー。わ、太鼓叩いてる。君の笑顔が見たい。バッチさん。ああ、愛しい君を笑わせるには一体どうすればいいんだろう。さっきの占い師の人に比べたらなんかいろいろあっさりだな。僕をサーカスの助っ人に？僕はもともとシルビアさんの大ファンだから嬉しいけど、今はちょっと無理なんだ。なんで？あの日笑顔を失った愛しいあの子、
愛しいあの子って誰？まあ誰かの笑顔のために頑張るなんてとっても素敵だわ。ねえ、私にあなたのお手伝いをさせて。うん、なるほどね。肌が白くて通った鼻筋にしなやかな脚線美、それにパネの衣装が最高に似合ってるんだ。町の北西で休んでいるはず。町の北西？この辺じゃん。誰だ、こんな人いたかな。北西だからこっちか。わかったぞ、君か。ヒヒン、シルビアの愛はマーガレット。マーガレットって名前なの？今にも泣き出してしまいそうなほど瞳の色が悲しみに沈んでいる。マーガレットちゃん、あなたもこの世界の異変を悲しんでいるのね。心なしか白い毛並みも曇ってて、この白い肌、通った鼻筋、脚線美、羽の衣装が似合う。まさか兵士ちゃんが愛するあの子ってうまかい、シルビアさん。いても立ってもいられなくって、愛しいあの子マーガレットの様子を僕も見に来ちゃったよ。驚いた、あなたの笑顔にしたい子ってマーガレットちゃんだったの？この子は私の愛馬、大切な仲間よ仲間の馬を馬にするんじゃない。シルビアさんの愛馬？なるほど、マーガレットの優雅さはシルビアさん譲りだったのか。この子はね、音楽やダンスが大好きなの。軽快なリズムで気分を盛り上げてあげればきっと笑顔を取り戻すはずよ。なんかこの世界の動物たちは音楽好きだね。なるほど、でも僕の太鼓だけじゃ彼女の心には全然響かないんだ。一体どうしたら。なんなん、あなたの太鼓はとっても素敵。それでも足りないならこの旅芸人シルビアにお任せあれ。なるほどね、ここでパレードをするんだ。さあみんな、マーガレットちゃんに最高のセッションを聞かせてあげましょう。お馬ちゃんにさ、お馬とか牛とかにさ、どんどんパレードやっていくの面白いんだけど。はい、あ、その音楽はハッスルダンスじゃんか。シルビアとバッチのセッションがかつないグルーヴを生んだ。これはちゃんと見せてくれるんだ。めっちゃ踊っとるやん。右のデニスめっちゃくねくねしてんじゃん。ヒヒヒヒーン。シルビアの愛はマーガレットはとても楽しそうに笑っている。笑ってるんだ、わかるんだね、笑ってる顔が。みんなの力があったからこそよ。うん、僕の太鼓は力ないの、お約束通り喜んで。よし、これで揃ったね。素敵なものをくれたんだな。かぐわしい香りといえば馬の糞じゃんか。さてと、助っ人を二人集めたでがすね。サーカスの入り口にいる新米団員さんに報告に来やしよう。そうしよう、この子マーガレットちゃんって言うんだ。ヒンヒヒン、嬉しそう。もじもじと足音を気にしている。何か渡したいものがあるようだ。何？またどんだけフンくれるんだよ。ちょっとさ、団員に行く前にさ、この辺に、あら、鍵かかっちゃってんの。バフバフのお姉さんいたんだけど、元気してるかなと思って見に来たら入れなくなっちゃってる。あんたシルビアでしょ。新米が連れてきた助っ人ってあなたのことだったのね。あなたがいれば100人力だわ。そうだね、このシルビアにお任せあれ。サーカスもか。サーカスが今度の公演を最後に休業だと、町のシンボルみたいなものだったからなんだか寂しくなるな。そうだね、サマディ王国サーカス団は次回の公演を最後に休業いたします。長らくのご愛顧ありがとうございました。つきましては最終公演を一緒に盛り上げる助っ人を大募集しております。寂しいね。どうもシルビアさん、お疲れ様ディッス。あなたのおかげで助っ人になってくれる人が無事2人来てくれたっすよ。公演の準備は大体終わったし、これでいつでも最後の公演を開けるっす。あとはシルビアさんにお任せします。なるほどね、じゃあ早速サーカスしようかな。お、こっち行けるようになってる。お久しぶりね団長。シルビアさん、あなたがどうしてここに。こんなご時世でもみんなの笑顔のためにサーカスを開こうとする素敵なおバカさんの力になるためよ。言い回しが可愛いな。それじゃあ先ほど来てくださった助っ人たちは、あなたが、ああ、なんとお礼を言ったらいいか。お礼なんかいいのよ。それより団長、準備はいいかしら。さあみんながショーの開演を待ってるわ。はい、準備はできています。それじゃあ気合い入れていくわよ。サマディのサーカスが暗い世界に送る最初で最後のスーパーステージ、さあ幕を上げましょう。やったー、シルビアちゃんのショーが始まるよ。
久しぶりだね。Ladies and gentlemen、本日はご来場いただき誠にありがとうございます。来た。あー、お客様少ないね。ちょっと、さあさあ皆様、前を向いて。気分が落ち込んでいるからって下ばかり見ていてはもったいない、うん、サーカスの終幕を飾るにふさわしいサマディ王国のスーパースター、帰ってきたあの人の神業を見逃しますよ。知らないのかみんな、テルビアが出ること。お、いいね。ようこそ。おお、パンチョくんが浮かんでるね。それでは登場していただきましょう。暗い世界に笑顔を届ける、希望の旅芸人シルビア。摩訶不思議なショーをとくとご覧あれ。イエーイ。よっ。お、ナイフになった。っ、わあ、バラ。あ、燃えた。あ、すごい。おー、はーい、すごい。レベルアップしてる。さあ皆様、今宵は最高のショーをお楽しみください。いや、ちょっと感動した。こうしてサーカスのラストショーは幕を開け、一夜限りのシルビアのスーパーステージは人々にひとときの安らぎを与えた。いや、サーカス見たくなっちゃうな。そしてサーカスは幕を閉じた。もっと見たかったな。最高のショーだと考えた。違うわよ、みんな。シルビアさんのおかげで私のサーカス人生で最高のショーができました。本当にありがとうございました。すごいね。いいえ、今日の舞台の成功はこれまでサーカスを守り続けてきた団長、あなたの努力の賜物よ。うわー、こんなこと言えるのかっこいいな。暗い世界だからこそ人々に笑顔を届けるサーカスや芸人が必要なんだと、その思いで私は今日までサーカスを続けてきました。うん、それを教えてくれたのは子供の頃に見た魔物に襲われ傷ついた人々を救っては彼らを引き連れ旅をする女旅芸人でした。辛い旅だろうに彼女らは笑顔を絶やさず沿道で見送る私たちに勇気をくれたものです。誰だ。そして人々を率いた女旅芸人は役目を終えた後姿を消しました。その女旅芸人は若い命を散らしたとも、とある町の名門騎士と恋に落ち幸せに暮らしたとも言われています。過去作の誰かかな。シルビアさん、私はあなたにあの日の女旅芸人の面影を見ました。人々を引き連れ笑顔を広げるその姿に。サーカスを休業するのはやめます。お、町の人たちが心から笑える日まで私も諦めずに頑張りますよ。サーカス続けるんだ、よかった。うん、さあ私たちも団長に負けないように人助けの旅頑張りましょう。なんかシルビアはハッと。あのシルビアさん。お、パンチョも仲間に入るか。オイラたちシルビアさんの元で修行して一人前の芸人になりたいんです。もっとサーカスを盛り上げるためにも。仲間になったね、みんな。気持ちはとっても嬉しいけどサーカスのことだってあるし、団長どうかしら。うん、わかった。いいだろう。思う存分修行してきなさい。私はいつまでも待っているからね。団長めっちゃいい人だね。シルビアさん、こいつらを頼みます。すごい。パンチはまだしも。シルビア流の修行は厳しいわよ。ビッシバッシ鍛えてあげるから覚悟なさいね、あなたたち。
ありがとうございます。後ろのさ、二人なんかさ初対面なのにこの人たちのために頭を下げられる団長すごいどんどん仲間になるね。バトルのサポートをしてくれる仲間を入れ替えられるようになった。キャンプで仲間に話しかけてみよう。そんなことできるんだ。いや、言い過ぎでしょ、どう考えても。シルビアさんのショーマジ最高だったっす。街の人たちのあんな笑顔は久しぶりに見たっすよ。おいらまだまだ未熟だけど憧れのシルビアさんに近づけるよう一生懸命頑張るんでよろしく頼みます。ふう、たまに何かを勘違いして未来を教えてくれと神に祈る人がいるんです。しかし神父は予知能力者ではありません。今度そういった悩みを持つ方がいらしたら本職の占い師の方にお任せしようかと。トンタオさん、よろしくお願いしますね。だね。俺サーカスってやつを生まれて初めて見たんだよ。あ、そうなんだ。サーカスってすげえな。見入られたね。うん、一気に仲間が増えたな。これだけの人数で旅をするとね、なりゃ道中が賑やかになっていいもんだ。だって1,2,3,4,5,6,7,8 だってもう勇者一行の人数超えたぞ。いやさっき俺たちの旅の行く末を占ってみたら俺の玉たちがこう告げたんだ。未来はどうなるかわからないってな。それを見て俺は確信したぜ。俺の占いでも見えないほどの最高の未来がシルビアさんには待ってるってな。なるほど、ポジティブシンキングだね。ガッテン姉さんのショー最高でがした。街の人たちにも少し笑顔が戻ったようで足は嬉しいでがすよ。この調子で人助けの旅を続けてもっともっと世界に笑顔を届けやしよう。あー、ホムスビ産地か。最後だね。ドンとれドンとね。シルビアさんの愛はマーガレットはあなたが会いに来てくれた時のために何か贈り物を用意してるみたいだ。また馬の糞じゃないの。ああ焼けちゃうな。よドテクロもう顔見えてないじゃん。シルビアさんのショー今までに見たどんなサーカスより最高だったぜ。俺感動して泣いちまったよ。ちょっとさっき私もうるっときたんだよね。どうやったらシルビアさんみたいに強く美しい人間になれるんだろうな。少しでも近づく方法はねえもんかな。みんなすごい憧れちゃってるね、シルビアに。なんか近づこうとしてるぞ。ちょっとマーガレットちゃんに会いに行くか。じゃあ今に寄ってて、あ、ちょっと結構元気になってきたねみんな。お、君も背筋シャキンとしちゃって。サーカスとあんたのおかげで体重が落ちてから忘れていた楽しいって気持ちを思い出したよ。辛いことばかりの世の中だけど、これからは気分が落ち込んだ時にはサーカスを見て元気をもらうことにするよ。よかったね、心の拠り所ができて。私の動画もみんなの拠り所になってるといいな。マーガレットちゃんいた。またか。やっぱり馬の本じゃないか。何回くれんだよ。これなんか、なんでこんなにくれんだろうね。うわ、シルビアさんじゃないですか。ああ。レース場ね、開いてないのか今。人々の生活が危ぶまれる中、レースを再開することは難しくてな。なるほどね。まあしょうがないよね。よし、じゃあホムスビ産地行こう。例えば銀融詩人が言ってたさ、なんか酷評してくる魔物ってどの子なんだろうね。南部にいるって言ってたけどね、それらしき子は見当たらないんだよな。ダンスニードル、あ、ダンスニードルか。君たちか、もしや。でやー、へい、君がもしやダンス全然ダメダメだみたいな。あ、ジョレじゃねえぞ。うわうわ、あ、ジョレ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 、あ、ジョレジョレ、あ、ジョレジョレ、あ、ジョレジョレジョレじゃないわ。うるさ。ちょっと斜面になってるからもう余計うるさいんだけど。なんなんだみんな、ふざけんな。ひどいよ。ちょいや、あ、元に戻ったね。いやー、よかったでガス。なんかあれだね、誘う踊りされてなくても常に踊ってたわこの人たち。よっしゃ、次はホムスビ産地だね。来ました、ホムスビ産地。わ、スライムちゃんがいるね。めっちゃ跳ねてんだけど。うっ、喋れる子だ。おかしくなりそうだよ。ビキーニ、人間さん、早く僕から離れた方がいいよ。僕、悪いスライムじゃないのに、ここ最近頭の中で怖い声が響いておかしくなっちゃいそうなんだ。あっちの方には僕あたり、あ、このあたりじゃ見かけない変な子もいるし、僕もどうにかなっちゃうのかな。あー、なんか凶悪な力に
なんかやられてんね。うわっ、え、誰誰誰誰、君どうした、こんな姿になってしまってかわいそうに。レンズ、あー、こんな姿になってしまってかわいそうに。落ち着いて、ほら冷静に。あ、旅の方、この植物に悪い、ま、この植物を、ま、悪い魔物だと思ってない。ストップです、どうか僕の話を聞いてください。どうしたの。本当は普通の植物なんです。こんな姿になる前はダーハラ湿原でひっそりと咲く綺麗な花でした。けれど荒廃した世界で枯れ前とした結果、突然変異を起こし魔物のような姿となってしまってさまよい始めてしまい、植物学者である僕が発明した肥料をあげればこの子も落ち着きを取り戻し元の姿に戻ると思うのですが、この肥料を作るには一つだけ材料が足りないのです。あ、ここで使うのか。かぐわしい香りを放つ馬の糞。本当は僕が取りに行ければいいのですが、ここから離れたらこの子は暴走し道行く人を襲ってしまうかもしれません。なるほどね。いや、もう持ってんだよね、実は。はい、あー、もう持ってますって。すぐは渡してあげなさいよ。はい、植物学者は馬の糞を使って栄養満点の肥料を作ると、それを魔物化した植物に与えた。お、どこかへと去っていった。効果はてきめんです。これであの子はダーハラ湿原に戻り、じきに元の穏やかな植物に戻るでしょう。怖っ、植物すらも魔物になっちゃうの怖っ。あ、そうだ、あなた方と一緒なら各地を巡りもっと植物を助けられるかも。いいよ、どんだけ増えんだよ。頭脳で勝負。なるほど、うちのブレイン的存在になるわけだ。ドラムゴードとかも強力になってんね。ちょっと戦ってみるか。30、やっぱ HP 上がっちゃってんね。うえ、攻撃するか。そーら、攻撃が一番強いんだな、シルビアは。うわっ、あれ、ストップ。何人パーティーなのこれ。お、何それ。うわ、すごっ、レンズ強っ。くらいだ。面白いなあ。あ、レンズ、でやー、みんな死なないよね。シルビアだけでしょ、力つく。くらいだ。強っ、やっつけた。まあ、こんなもんよ。なんかどんどんあれだね、仲間のパーティーが入れ替わってんね。お、誰かいる。どうしたどうした。むむ、何者だ。何やら怪しげな連中め。里の者たちには用心棒であるこの私、武闘家拳が指一本触れさせんぞ。あらあら、落ち着いて武闘家ちゃん。私たちはこの辺りを回って元気のない子たちを助ける旅をしているのよ。なんと、こんな世の中で大胆不敵な。うーむ、よく見れば腕も立ちそうだし、ただ者ではなさそうだ。ならばこれも縁。私たちはホムラの里の住人でな。世界に異変が起きてから作物が取れなくなり、食料を手に入れるため旅に出たのだが、人に帰る途中凶悪な魔物に襲われ、やっとの思いで入手した食料を全て奪われてしまったのだ。あら、まあ、あなた方と一緒ならあの魔物を倒し奪われた食料を飛び戻せるかもしれない。どうぞ力を貸してあげましょう。ボス、ありがとう。恩に切る。魔物との戦いには私も赴こう。力を合わせれば奴に勝てるはずだ。奴はホムラの里の南側にいるはず。かなり手強い相手だからな。うん、君たちはひどいわ。お腹を空かせた里のみんなのために遠路はるばる食料を手に入れてきたのに、ひどいよね。おい、ちょっとね、キャンプで休んできました。え、ホムラの里の南に行けばいいのね。よしよし、この辺。うわっ、なんかギガンテスいるんだけど、あれか、奪ったやつは、食料奪ったやつは。わあ、食料あるし。でははでは、はまた人間が来たど。おめえら食べるもん持ってたらわしに全部よこすだど。でははは、こいつが食料を奪ったという例の魔物でがすな。姉さん、準備はいいでがすか。いいでしょう。ギガンテス、食料、食べるもの一緒なの君も。注意でガス、みんなの力を合わせてやっつけるでガスよ。
結構よあれだかね、強くなったからうちらも仲間が、ね、結構強いんだよ。ほら拳が強いんだよね。いや、うわ私にやってきたな。出た。うわー突っ転んじゃった。ちょっとハッスルダンスしよう。ちょっと回復できないから。えい、ハッスルハッスル、ハッスルダンスよ。はい、片付けに。オッケイ、オリスキック。チルビアちゃんだけ回復できればいいんだけど。出た。これ薬草とか使ってくれたかもしれないね、もしかしたら。ドロップ。ドテゴロ弱いから変えようかな。おお、無駄よ。うん、いいね。でや強い。ほいやー、でかーし。入れ替えとかできんのかな。やれやれだ。くらえ。お、来た。拳強。くらいな。拳に比べたら、ね、わー、ゾーンになっちゃった。うわあ。あの、まあこういうね、ちょっと待って、仲間入れ替えできないか、さすがに。そーら、キャンプじゃないとできないみたい。うん、もう、そーれそーれ。 おかしな薬混乱した。おお、いいね。さきた、班長攻撃と呪文の威力上がりました。いい感じ。逃げ出した。回り込まれてしまった。自分を攻撃。よしよしよし。でやー、おい、いいんじゃない。我に返っちゃった。早っ。取れ。あー、拳普通に攻撃するとこんな感じ。オリスキック。うん、弓の花。いいね、レンズ。レンズいいね。ゾーン効果切れたし、ナイス。そーら、おりゃ、起きちゃった。はやほいやー、でかーし。でかーし。暗いな。あ、強いね。うわ、これはすっ転ばされちゃうからまずいな。いやー、みんなちょっと起き上がってちゃんと。いやー、もう すごいでです。お、倒した。よし、やっつけた。どんなもんだい。あ、1800ポイント。コマラの里の住人によって食料は無事に里へと運ばれていった。よし、一緒に戦ってくれてありがとう。シルビア殿の強さ、そして何よりも危険も厭わず困ってる人を助けてくれるその器の大きさ、本当に恐れ入った。私は武闘家の端くれとして多くの人を守れるよう、もっと強くなりたい。どうぞ。もうここまで来たら何人でも来いや。はい、何人目なんだもうこれで。さてと、この辺りの元気のない人たちは大体助けたようでげすね。ここらで一区切りつけて、一徹さんが住んでいるホモの外に寄ってみるのはどうでげしょう。いや、もうそこそれしかないでしょ。人助けもうするってなくない？なんかある？うん、特になんか別に人助けできそうなところないけどね。はい、温泉やってるのかどうかわかんないけど、行ってみるか、ホモラの里。シルビア姉さん、ここらでの人助けはもう大丈夫そうでいいですかね。ん？ん？多分大丈夫だと思うけど。こんだけ念押しされるってことはここで終わりなんかな、シルビアのショーは。ああ、お、いた。ハロー、一徹ちゃん。やっほー。お、シルビアさん、よく来てくれたな。いや、素敵な武器をありがとう。お元気そうね。安心したわ。もしかしてそちらのマダムは。お母さん。あなたがシルビアさんなのですね。私が一徹の母です。やっぱり。この度は本当にありがとうございました。いえいえ、とんでもない。命の大樹が落ち、世界が闇に覆われ、もう息子とは会えないのではと不安と恐怖に怯えて過ごしておりました。ああ、そうだよね。こうして息子と再び出会えたのは、シルビアさん、あなたのおかげです。いや、よかった、本当に。うん、
シルビア姉さんが通った道には次々と笑顔が咲いていく。まるで笑顔のパレードでですな。なんかいいこと言うね。おしゃれな言い回しだな。笑顔のパレード、素敵じゃない。お、みんな聞いてちょうだい。何でしょう、この世界は今光をなくした真っ暗闇よ。でもね、人助けの旅の中でみんなの笑顔を見ているうちに分かったの。暗闇の中で自分の無力さに膝をついても、明日が見えず泣き出しそうになっても、たった一つの笑顔が未来を切り開く。うん、この世界に必要なのは笑顔。そしてみんなに笑顔を届けるのが旅芸人シルビアの役目よ。おお、シルビアさん、いえシルビア、お姉様、私にもお手伝いさせてちょうだい。どて頃どうした。ん、親分さん、その喋り方そうか、尊敬する人に一歩でも近づくために姉さんになりきるつもりでガスね。さすがは親分、いい考えだぜ。俺、いえ、私もお姉様と一緒に行くわ。なるほど。おいら、私も。みんなお姉さんになっていく。うん、ありがとう、ありがとう、みんな。今日からあなたたちは私の仲間。そう、大切な仲間よ。カタカナで書くな。私たちは世界中の人々を笑顔にして、暗い世界を明るく照らす希望の光になるの。名付けて名付けてシルビアのヨダスケパレードよ。出たー、ヨダスケパレード。やば。まさかシルビアさん。はい。息子をよろしくお願いします。やっぱり一徹も仲間に入るんじゃん。俺、私も一緒に行くわ。その声で言うな。私とママからの感謝の気持ちをどうか受け取って。お、なんか作った。お姉様のヨダスケパレードを彩るラブリーでクールなおみこし、一丁上がりよ。すごすぎ。私たちもお姉様にお礼がしたくって、道すがらこっそり作っていたの。感謝の気持ちを受け取って。いや、もう俺をなりきれてんな。素質あったんだろ、もともと。おすごい。みんな私のためにありがとう。感激。シルビア姉さん、泣くのはまだ早いでゲス。ほら、みんなが待ってるでガスよ。いやと、世界に、はい、お、笑顔を取り戻す。衣装チェンジした。すごすぎる。勇者ちゃん、みんなきっと生きてるわよね。はい、再び会える日まで私頑張るわ。なるほどね、こうやってヨダスケパレードが生まれたのか。はい、ということでシルビア希望の旅芸人編が多分終了したということで、次がね他の仲間のストーリーに入っていくと思うんですけど、今回はここで終了したいと思います。なんかね、世界がね破滅した後ね、ここの画面も変わったんだよね。海底王国の背景になっててめちゃくちゃ綺麗なんだよね。いや、次回は次誰の話になるのかすごい楽しみなんで、本当に最後まで見てくれてありがとうございます。次の動画もぜひ見てください。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。